東京ときめきチャンネルのうば様とジョリです。はい、今日のテーマは性格イケメンだなと思う瞬間はです。はい、渋谷の皆さんはどんな感じなのでしょうか。それではレッツスタート。優しいとか誰にでも話しかけるとか、うん、それでもなんかいい人だなって、分け隔てなく話しかけてくれる人、はい、誰にでも平等に接するとかですかね。誰にでも優しいんだなって思います。やっぱ優しいっていうのは重要ポイント。重要ですね。一番重要だと思います。あ、なんかどの女の子にも話し方とか態度とかずっと変わらずめっちゃ優しいみたいな、態度が変わらない人とかは性格イケメンだなと思います。選んでないはい。男女関係なく仲良くしてくれる人とか、重いものを持ってくる買い物とか、さりげなく悩み事があるとなんか何も言ってないのに分かってくれるみたいな。顔で選ぶ元から一面だもんね。付き合ってなくても家まで送ろうかとか言ってくれる人。いや、それは普通か。男なら普通ですよね。当たり前ですよね。それは結構周りの男友達いい子ばっかなんで、なんか特別性格イケメンだなとは思わない。道路を歩いてて歩道だけど車道の方をこうなんか譲って立ち位置をさりげなく変えてくれる。何も言わずにそこみたいな。恥ずかしいなこれ。車で迎えに来てくれるときに、何時に待てばいい、行けばいいって聞いたときに、なんか暑いから着いたら連絡するから家で待ってていいよって言ってくれる人。ああ、